ですね、雑談配信、雑談食事配信第2弾ということでやってまいりました。クロちゃんありがとう。はい、暑い。そしてね、本日は時間がないのです。いつもね、仕事から帰ってきた後、そのままねお化粧もしてるしってことで、そのまま動画を撮ることが多いんですが、本日はですね、この後ちょっと仕事ですっごいバタバタしてまして、ちょっとせわしない動画になると思うんですが、ご了承ください。すいません。ということで、本日はじゃん、あ、もう忙しい。マックの月見バーガーを買ってきまして、イエーイ。そしてね、扇風機ガンガン焚いてるっていうね。そう、月見マック食べたかった。前回のね、食事動画でなんか月見マック食べてみましたっていう方もいて、そうそう、私まだ月見マック食べてないんだよねと思いながら、次の動画は間に合えば月見マックがいいなと思ってたんですが、なんとかギリ間に合ったので早速食べていきたいと思います。そう、マックシェイク、あ、もう早く飲まないけど、マックシェイクもね、月見マックシェイク、これね、月見シェイク、ちょっとこれ、ミラー撮影なんで逆になってますが、月見マックシェイクで、月見パイ、これはね、でもちょっと今食べるかどうかわからないです。もうね、時間がなくて、ね、食べる時間ないから、もしかしたらこれはね、夜食に取っておくかもしれないんですが、月見、これはパイ、月見パイですね。これ美味しいっていう、有名だよね、なんか。そして濃厚とろーり月見、はい、早速ね、食べていきたいと思います。じゃーん。いや、もうね、今日はなんか最近気温もね、乱高下してて、暑かったり寒かったりを繰り返してましたが、今日はね、久々に暑いんですよ。なのでね、本当にさっさと食べて、さっさと用意して、さっさと仕事に行かなければいけないのですが、まずね、ちょっとこのマックシェイクから食べてみたいと思います。飲んでみたいとか、どんな味するんだろう。月見、去年さ、マックシェイクで月見シェイクなんて出てたっけ。もう覚えてないんだよね。1年前のことを全然覚えてない。1回ね、必ずね、毎年月見マックは食べるんですけど、もうほんと覚えてない。もう月見マックは、月見バーガーかは食べないと、なんかね、秋が来たって感じがしないんで、必ずワンシーズンに1個だけは食べるようにしてるんですけど、いつも気がついたら終わってるんですよね。なのでいただきます。ちょっと時間かかったせいで、ちょっと溶けてて、飲みやすい。うん。何味だろう、これ。何味って表現したらいいんだろう。美味しい。表現ができない。さあ、そして早速ですね、前回、私、喋ってほしい内容を募集したんで、そこからちょっといくつか拾おうと思うんですけど、なんかね、一番多かったのがゲームの思い出とか、本のおすすめの本とかいうのがすごい多かったんですけど、なんかね、ほんと申し訳ないんですけど、今ちょっとバタバタしてて、本をね、ここ1年ぐらいちょっと読めてなくて、それこそね、この YouTube やってる限りしばらく本読めないかもと思ってて、もう積読がたまる一方でね。じゃあ過去の本を紹介してくれってなると思うんですけど、私ね、前もこれちょっと別のところで言ったと思うんですけど、一回読んだだけだとね、一年も経たずに内容を忘れられる人で、良くも悪くも何度もね、本をね、楽しめる人で、よりによってトリックだけ覚えてたりとか、その前後覚えてないのに、あ、ここのトリックとか犯人これだったかもみたいな嫌な覚え方しか本をしなくて、なので感動する本とか印象に残った本すら忘れることができる人間で、正直ね、ゲームとかも同じ、覚えてないっていうのがもう正直な感想なので、逆にこういう本面白いですよ、読んだらどうですかっていうのがあれば、とりあえず買って積読にしておいて、タイミングが合えばいずれ読みたいと思います。
なのでね、おすすめの本とか教えてくださっても全然本当ありがたいのでよろしくお願いします。ゲームもね、なんかね、ポポロクロイソンシリーズとか好きで、1も2も3もやってるし、クロノクロスだっけ、トリガーだっけ、あの辺もやってます。 FF もやってる。 FF7 とかね、本当多分5周ぐらいしたんじゃないかなって感じなんですけど、まあね、一貫性多分大筋は覚えてても、こと細かにこうだったああだったって全然覚えてない人で、でも感動したとか良かったってことだけは覚えてます。あとね、ブレスオブファイヤー3とかも好きでした。もうでもね、その程度、なんかここがこうだったからこう面白かったっていうのが伝えてあげられないくらい記憶力がポンコツすぎて、自分もこれだけ本当直したいと思ってるんですけど、なので過去をね、解雇するとか遡ってこう思い出すっていうのは本当に思い出せない人で、私仕事でもまあこういう物語を読んだ後でもそうなんですけど、過去はね、振り返らないようにしてるんで、これ冗談抜きに、なんかこう過去のことをぐちぐち考えてもね、現在で戻せるわけではないので、結構ねスパッとこう性格的に忘れよう忘れようっていうのを心がける人間なので、それがこうそうしてか、なんか逆、なんか悪く働いてか分かんないんですけど、本当に覚えてないんですよ。なのでね、だから逆に今そのやったゲームとかももう一回多分楽しんでできるっていう意味では得な性格かなと思うんですけどね。はい、ということで、あの前置きが前と一緒で長くなったので、とりあえず食べたいと思います。まず一口ね食べてから、皆さんの他のね、なんか答えられる質問があったらちょっと答えていきたいと思いますが、じゃあまずは一口いただきます。うん、うまっ、うまっあの最初の一口で黄身まで到達できました。黄身じゃないや、白身。久しぶりの月見マックで、ちょっとティッシュ取ろう。このとろけるチーズがはみ出すのがいいんだけど、ちょっと手について食べづらい。デートの時にさ、こういうのってちょっと困るよね。ハンバーガー系って女子困りません？なんかどうやって食べようみたいなね、ちょっとお口を大きく開けるの嫌だとかありますよね。うん、おいしい。やば、早速なんかチーズが口についてる。こういう時さ、ほんと女子困るよね、ハンバーガー系って。うん、何答えようかな。答えられる質問あったかな。なんか質問に答えますとか言っててさ、だからその本とかゲーム教えてくださいっていう質問がやったら多かったんですけど、なんでだろう。ゲーム好きとか本好きって公言してるからかな。でもね、好きなんだけど人に教えられるほど脳みそがね、なんか正しく機能してないんですよね。あ、スタマイの推しについてお話を伺いたいです。スタマイをインストールしたばかりで、まだ各キャラについてよく知らないので、うー、ありがとう。もしかして私のあのスタマイ動画を見てインストールしてくれたんでしょうか。ありがたい、ありがとうございます。スタマイ仲間が増えた、嬉しい。まあとはいえね、スタマイ知らない人には何のこっちゃっていう話になるんで、あまり長々と話せないですけど、あの動画でも言ったんですが、私の推しは1位宮瀬、2位今王子、3位4位がほぼ同点で神楽秋と菅野くん、そしてまあ5位ぐらいにしおんくん、日向しおんくんが入るんですけど、私ね、自己分析をした結果、すごく清潔感のある男性が好きなんですね。そうで、もうちょっとなんか口についてるかすごい気になるな。もうちょっと突っ込んだところで言えば、僕っていう一人称が似合う男性が好きなんです。これわかるかな女子。なんかね、オレオレしてる人よりは一見やさ男風に見える、ちょっと一昔前の言い方だとロールキャベツ男子っていう言い方があるんですよね。あの分類として、あの分からない方は多分ググっていただければ出てくると思うんですけど、一見やさ男風でも男らしい、そうっていう男性が結構好みで、これはね、現実でもそうなんです。あの2次元でも3次元でもそうで、プラス2次元はそこに闇要素だったりサイコ要素だったり、ちょっとやっぱり一筋縄ではいかないような感じの要素が入ってくると、2次元ではすごく好み。まあでも3次元はそれはいらないです。3次元は分かりやすい方がいいし、もうほんとひたすら優しい方が好みですけど、2次元ではそういうね、僕っていう一人称がある優しい男性
で、なおかつちょっと影のある感じ。でも、あと共通して言えるのが結構、ヒロイン至上主義みたいな、今最近流行ってるんですけど、ヒロイン溺愛系っていうヒーローが多いんですよね。漫画の、少女漫画のね、なんかこう、男性でも多いんです。最近そういう男性が好まれていて、昔はちょっとツンデレとかいうのが多かったんですけど、最近はね、まあ、いわゆるスパダリって言われてる男性がそういうタイプなんですけど、そのいわゆるヒロイン至上主義、もうヒロインのこと褒めまくる大好きみたいな感じの分かりやすい男性がね、最近好まれてると思うんですけど、私もそういう男性が好きで、なので宮瀬さんとかそういうタイプ、あと菅野くんもまあちょっとサイコというか闇ってはいるんですけど、心の中はね、なんか女の子ってめんどくさいよね、わけのわからない話して結構めんどくさいよねっていうのは結構はっきり言ってしまうけど、それを彼女たちの前では出さないし、女の子の扱いも長けてるみたいな感じのね、まあちょっと菅野くんはだからそういう意味ではちょっと一筋縄ではいかない感じはするんですけど、シオンくんとかやっぱり多分ヒロイン至上主義系ですね。で、宮瀬さんもまあ闇ってる部分はあるにしても、やっぱりお付き合いするってなってという展開に移行してからは、やっぱり彼女至上主義というか、もう彼女を褒めまくる、あなたが世界で一番ですみたいなタイプの人なんで、多分共通してそういう感じの方が好きです。まあ清潔感は大事ですけど。で、今おじさんは私初め一押しだったんですよ、宮瀬さんの前に。でも、それは二面性がキャラあるんですけど、人面がいい時は僕は、っていう丁寧な喋りが、一人称も僕で、敬語も使ってすごく優男風なんですけど、実は蓋を開けるとオラオラ系で、で天の弱で、もうすごい男らしい男性でっていう、その二面性を持ったキャラだったんですね。まあちょっとネタバレになってしまうんですけど、で私その関係が進んで二面性があるって分かった時点でちょっとテンションが下がってしまって、実は私今王子さんはもうずっと僕はっていう一人称で、あと丁寧な感じをずっと貫き通して欲しかった、ちょっと稀なタイプなんでしょうね、多分今おじさんを好きっていうタイプにしては。なので一押しからちょっと二押しに下がってしまったんですよ。あ、オラオラ系っていうか、その二面性の裏の部分は私的にはいらなかったなっていう設定だったんで、それでもね、やっぱりベースのね、そのツンデレな部分もすごくいいキャラなんで、二押しではあるんですけど、それがね、一押しから二押しに下がった部分で、もうひたすらね、優しくて、女の子にも優しい、まあもう、だから元のベースがすごく丁寧な男性が好きなので、私の推してるキャラはそういうタイプが多いです。オラオラ系とか筋肉系とかね、なんかこう男らしさみたいなのはね、そこまで求めてない、それこそ宮瀬さんのように料理が得意です、家事何でもできますみたいな男性にね、すごく憧れますね。いいな、そういう特技あって、なおかつね、彼女至上主義だったらそれに越したことはないので、そういう男性が好みで、ということで私の5人のね、その推しね、共通、まあちょっと今おじさんは違うんですけど、あ、でもそっか、ここで言ってなかったの、神楽がちょっと違うから、ただ神楽も清潔感は抜群にある、なんて言ったって御曹司ですからね。なんか育ちがいい、そう、育ちがいい人が好きなんですね私。あとその優男風というか育ちがいい感じの人は本当大好きで、その御曹司神楽さんも、神楽さんの場合はただね、彼女至上主義みたいな性格ではないんですよ。すごくね、最初本当にあのキャラクター実は私嫌いで、すごい暴言だったの、ヒロインにもうありえないくらいきつい言葉を浴びせて、なんかなんだろう、こういうタイプの男性好みな人いるのかなって、ごめんなさいね、神楽のファンの方には申し訳ないんですけど、そう、でも、なんかこう、どんどんね、話が進むにつれ、その暴言がもう快感になってきてしまって、むしろここまでヒロインに暴言吐くキャラクターも面白いなと思って、一周回ってすごい愛しくなってしまって、でもほんと何度も言うんですが、二次元限定であれは面白いと思えるキャラで、三次元であんな暴言をね、私言われたらもう絶対に大嫌いってなると思うんですけど、なのでもう神楽の場合は二次元限定で面白いなと思えるキャラで、逆にあれだけこうヒロインに辛く当たってたタイプの人が、え、この人ってむしろ彼女ができたらどういう感じで彼女に接するのかなっていう、そこがなんか第三者として気になってしまったキャラで、そう、だから自分が好みっていうよりはヒロインと神楽のなんかその物語を見てみたいなっていう意味ですごく推しになった、ちょっと変わったタイプの入り方をしています。なので神楽の場合は
その圧倒的清潔感、圧倒的な、ね、育ちの良さ感はもうすごくドストライクで好みなんですけど、それ以外の部分はなんかこう男性として好みというより物語的にすごく興味のある人柄だなと思って注目しています。なので私が推してる5人はそういう、まあ、ちょこちょこっとある共通点はそんな感じなので、もしねこの推しについてしかちょっと喋ってないんですけど、あのもしよかったらそこを参考に、そう確かにね26人もいるとね決められないよね今すぐ始めて。でも大丈夫です、私も5年近くこのゲームやってますが、5年やってようやくちょっとまあベスト5ぐらいは固まってきたかなっていう、すごく歩みの遅い感じで好きなキャラクターも決まったので、ゆっくりやっていって推し編しても全然いいと思います。そこは面白いんでね、その方が。なのでぜひ一緒に楽しみましょうね。またね推しが決まったら報告ください。ありがとうございます。そうなんかねスタマーについてはねもう一つなんかあったんだよね、なんかね面白いのがあったの。あ、これだ。個人の感想と偏見満載のスタマイキャラ紹介動画とか見てみたい。作ってみたい。まあ、偏見満載でね、コミとか入れてね、作りたいけど、半分ね、なんかやっぱりゲーム業界にも足を突っ込んでしまっているというか、まあ、声を当てる立場ですけど、制作側の事情も知ってますし、あと作品に対してのスタッフさんの愛も知ってますし、一ファンとしてね、私が本当にこの業界に全く関わってなかったら多分偏見ゴリゴリのそういう動画、面白い動画とか多分作っちゃってるタイプだと思うんですけど、スタッフさんの愛を知ってる、あとファンの方の愛もね、その熱量としていろいろ感じられる立場にいると、いくらね自分の偏見で面白いものができたとしても、なんかもしねそれで誰かを傷つけてしまったりとかね、その暴言がねなんかこう嫌な感情を生んでしまうと大変申し訳ないので、まあさすがに偏見ゴリゴリのなんかこう突っ込んだりする動画は作れないんだけども、やってみたかったことではあります。よくねそのスタッフさんに対してもこのキャラこうでちょっとあんまり良くないっすよみたいな感じ直接言うことはあるんですけど、まあきっとねなんか心の中では勝手なこと言ってんなこいつって思いながらも、スタッフさんもね聞いてくれてたりとか、まあ実際ね原作側のスタッフさんがね、あこのなんかそういう意見も多いですよとかおっしゃってくれたりとか、まあいろいろ飲み会でね今はまあ飲み会やってないですけど、ちょっと前まではねそういうお話とかもよくスタマイの会みたいな感じでうちわでねスタッフさんと声優さんとスタマイ好きの女性の声優さんと飲んだりして、そういうねバカ話はよくやってましたけどね。ハンバーガーほんと食べるの難しいよね、女子は。口にもう絶対なんかついちゃうもん。うん、この濃厚とろり月見ですけど、チーズがめちゃくちゃ溶けてる。でもそこが美味しい、美味しいけど見て、ちょっとこれ見せれるかな、ごめんね汚いけど、わかる、ほらここのこのところにチーズがこれだけ溶けて出てしまって、これもったいないよね、チーズが。これも売りみたいなところあるのに。ちょっとこそげとろう、こうやってパンに塗って、うん、食べづらハンバーガー、うん、これやっぱデート向きじゃないな、ハンバーガーって。まあ、あんまり行かないと思いますけど、どうだろう、あでも若いカップルは行くか。まあ、私がこの年だからデートでファストフードは行かないって勝手に思ってるかもしれないけど、そういえば高校生ぐらいの時は行きますもんね。え、どうしてんだろう女の子たち、すごいうまく食べるのかな、それかもう食べないとか、彼氏の前で大きな口開けるのとか恥ずかしいもんね、最初の方はね。慣れたらいいけど、うん、あんまり質問に答えられてないけど、やっぱハンバーガーすぐ食べ終わっちゃうからね。そう、おすすめの本や映画、ゲーム、多かったな、この質問。私ね、でも実はね、映画はあんまり見ないんですよね。映画館にね、行けないというか、私実は昔突発難聴をしたことがあって、大きな音が本当にダメなんですよ。誘われてね、関係者の方のライブ見に行くのも、実はね、耳栓をしていかないと、耳にすごく、なんて言うんですかね、大きな音が、神経をちょっと圧迫してしまって、
よく耳の調子を悪くしたりするので、耳栓をしながら MC の時だけ外して、耳栓をしながら大ボリュームを抑えて聞くみたいなことをしないと、ちょっと耳がそれくらい弱くて、で、映画の醍醐味って、その大音響だったりするじゃないですか。で、特に私はアクション映画が好きなんで、もともと。なので、やっぱりバーン、ドン、ガーンみたいな音のする映画が好きなので、ここ近年はその難聴の影響であまり見に行けてないっていうのが実は本当のところで、なのでおすすめの映画とかもね、もう映画館に行って見に行ってないから必然的に見なくなってしまって、そうだからそう考えるとさ、私って趣味ないなって思っちゃいますよね。本も忙しくて読めないってなって、なんかね、こう改めてこうやって自分のこう趣味とかをね、こう思い返すと、あれ私あんまり趣味ないな、そう考えると、その本を読まなくなっちゃった、ゲームもやっぱり時間がないとなかなかできないとかなると、あれ私あんまりないな趣味って、でちょっとね悲しくなりましたね。猫ちゃんたちの声を変えて呼びかけると反応が変わるのか教えてください。声によっては反応しなかったりするのかなと思いました。これがですね、猫に本質を見抜かれているというか、結構声質を変えても喋り方のリズムとかなんですかね、意外に私の声って分かって、全然なんかお前のその程度の、そのお前のその程度の声優スキルだったら俺たちは見分けられるぜとでも言うように、あまりなんか私が声を変えて呼んだところで特になんかビクッとなることもなく普通に来ますね。多分私の周波数とかも分かってるんですかね、動物は。ただ一点だけ言うと、例えばセリフの練習とかで死ねーとかうぎゃーとか、あの断末魔とか、あの叫び、あと怒号、あの怒ったりするような声には、あのうるさいのかやっぱり普段聞かないボリュームだからかはわからないんですけど、嫌がって部屋から出ていっちゃいます。多分相当うるさいんでしょうね。まあ猫もちろん耳もいいですし、なのでなんかその私と認識しないで逃げるというよりは、うるさすぎて部屋から出ていくっていうことはしますけど、私が声を変えたところでなんかその程度の演じ分けですかっていうように、まあとでも言うように、そんなことはまあ思ってないんでしょうけど、あの全然そこはあの動じないですねえ。だからまだまだ修行が足りないんでしょうね、声優として。いやーでもなー、周波数とか喋りのテンポ変えるってなかなか難しいですけどね。その猫にも誰あなたっていうね目をされるぐらいの演技力をほんと身につけてみたいもんですよね。チョコレートのお話が聞きたいです。明治のザ・チョコレートは新商品が出るたびに食べてましたが、最近気になっている製品なんかどうでしょう。最近ね気になっているってっていうのはないんですけど、私これもね前前身の VTuber プロジェクト内のトークで言ってるんですけど、私結構日本のチョコレートが大好きで、日本のチョコレート菓子って何でも美味しいって思ってるタイプなんですよ。なので外国のなんかまあね、いろいろ有名な高級チョコレートありますけど、それよりも日本のチョコレート最高って思える人間なので、あまり外国のね高級なチョコレートには手を出しませんが、リンツのリンドールだけは大好きで、よくアマゾンとかでねストック買って、すごいなんかもう冷蔵庫の中にこうあの放り込んであってなんかあのリンドールってねこれくらいの結構大きなあのチョコレートの玉なんで、食べたい時にそれをあの冷蔵庫から取り出して 1,2 個1日ね食べるっていう感じの生活をしてるんで、唯一ストックである海外のチョコレートはリンドール、リンツのリンドールです。まだねリンツ食べたことないって方はアマゾンとかだと比較的安くで売ってるんでね、ぜひ買ってみてください。美味しいです。であとね、なんかチョコレート好きにしては珍しいって言われることなんですけど、チョコパイってあるじゃないですか、ロッテの。私チョコパイも好きなんですけど、私でも実はロッテのチョコパイよりも森永のエンゼルパイ、あれ森永のチョコパイなのかな、エンゼルパイなのかな、どっちだろう。後でちゃんとテロップでちょっと正確なのを書いとくんですが、ロッテのチョコパイは間に生クリームが入ってるんですよね、チョコレートのパイに。なんだけど、森永のエンゼルパイは間がねマシュマロなんですよ。でなんかちょっとねオレンジピールなのかな、なんかねちょっとほのかなそういう香りもあって、実はね森永のエンゼルパイの方が私好みで、チョコパイも好きだけど、どちらかって言ったらエンゼルパイの方が好きなんですよ。でもそれを言うとやっぱりもう大多数の人がロッテのチョコパイの
方が好きって言うんで、信じられないとか意外ってよく言われるんですけど、私があんまり生クリームが得意じゃないっていうのもあって、間にマシュマロが入ってるのがすごく好きで、その食感もね、そうだからね、チョコレート好きにしてはちょっと邪道なのかもしれないんですけど、でも美味しい。あれはね、なんかチョコパイよりも私はエンゼルパイ派なんですけどね。やっぱりでもマイノリティなんですかね。タケノコとキノコだったらキノコの山だしみたいな、これは前から言ってますが、でもね、なんか昔はね、なんかトッポが出た時とか、あとサシャが出た時はもうその食感とか美味しさにびっくりして、昔の方がね、チョコレートの新作に感動したってことが多かったかな。もう今この年齢になると、ありとあらゆるチョコレート菓子もやっぱり日本のね、会社のだったら食べ尽くして、そこまでもうこの年になって感動するっていうものはそこまでなんか出会えてないんですけど、またね、なんか美味しいチョコレート菓子があったらね、それもね、なんかこう紹介できる日が来たらしてみたいですけどね。まあ、あの VTuber プロジェクトでも言ったあのチョコメリゼはおすすめです、トーハットの。はい、あとですね、好きなお酒とか飲んでみたいお酒があれば伺いたいです。あのお酒関係のいくつか来てましたね。私これはもう昔から本当自分のラジオとかでも言ってきたことなんですけど、お酒はね基本的には苦手です。あのね、お酒は本当にはっきり言ってしまうと好きじゃなくて、なぜかというと、実はね、体質的にお酒が合わないのか、飲みすぎるとね、吐いてしまうんですよね。で、よくね、お酒を飲むと眠くなるとか、まあ次の日二日酔いで頭が痛くなるとか、まあ笑い上戸になる、泣き上戸になるとか、いろいろあるんだと思うんですけど、私なんでなんですかね、特にね、泡系、もうシャンパンはもう 100% と言っていいほど戻してしまって、食べたものも飲んだものも数時間後には戻すっていうのを繰り返して、あ、私泡系ダメなんだと思って、だから多分ビール、まあどうなんだろう、発泡酒なんかその泡の種類にもよるかもしれないんですけど、なのでビールはまあ味も好きじゃないですし飲まないですし、でもともとね、甘いお酒しか飲めないんですよ。味も苦手なんで、アルコールの。だからまあ唯一飲むとしたら梅酒も黒糖梅酒とか、あとカルーアミルクとか、あとカシスオレンジみたいなカクテル系で、まあコンビニとかで買えるようなものであればほろ酔いとかは飲むんですけど、でも私の持論でアルコール好きじゃない上に、アルコール飲んだとしても甘いこういうものしか飲まないんであれば、初めっから酔わないしね、意識もはっきりさせたままおしゃべりとかも楽しく喋れるっていう意味では、ただの甘いソフトドリンクで良くないって思っちゃう人で、あんまり自分で好んでお酒を飲まないんですよね。なのでよくね、このコメントの中にもお酒飲みながらの配信もいずれしてほしいですって言われてるんですけど、お酒好きな方がね、周りに多いんで、そうなるとお付き合いで飲むことはあっても、多分ね、自分で個人で今日はお酒を飲みますみたいなことはしないで、多分ね、酒のつまみは好きなんで、酒のつまみをずらっと用意して、今日はこのソフトドリンクで飲み会ですみたいなことをやってると思います。そう、体質的にやっぱりね、お酒があんまり受け付けない体質なので、好んで飲まないし、そんなにおすすめのお酒もありません。まあ、唯一、ほろ酔いとかはね、ちょっと甘めで飲みやすいなと思うんですけど。はい。そんなこんなで、あとちょっと。おいしい。ちょっと冷めちゃったけど、喋りすぎて。皆様今日何を召し上がってますか？なんかでも、この第1回目の配信の時にね、皆さんが食べてるものも教えていただきたいですって書いたら、言ったら、皆さんやっぱりこれを食べましたって書いてくださって、なんかね、皆さんが食べてるもの知れてちょっと嬉しかったです。まあね、レスポンスは生じゃないんでね、ちょっとラグはあるんですけど、しっかり私もコメントの方は見て、あ、こういうのを食べて見てくださったんだなと思って、すごく垣間見えるのが、私自身も楽しかったです。チーズがすごい入ってる、これ。やっぱり口につくね。難しい。食べるのむず。というわけでね、まあちょこっとですが質問に答えてきましたが、あんまり答えられる質問がなくて自分にがっかりした。もう記憶をたどる系がことごとくダメだ。忘れてる。そう、あと今時間がないからね、趣味のことできてなくて、
なんかそれもね紹介してあげられなくて悲しいな。まあしょうがないですけどね。他にも何かねあのテーマがあったらどん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 、今回もちょこっとしか紹介できなかったですが、今回のね動画のコメント欄にもまた募集するので、めげずに、あのね違うテーマを、あのこれがダメだったらなんか別のテーマみたいな感じでねやってくれた方が採用してあげる率は高くなると思うので、本当によろしくお願いします。もう喋れる内容がなくて自分に絶望してますが、そう本当はねあのあと2つほどなんかその桑谷さんのそのインテリアとかファッションにも興味あるっていう多分女性の方のコメント欄にねあったコメント欄ツイッターだったかなにあったのも答えてあげたかったし、あと怪談話でねちょっとあの怪談話をお願いしますっていうコメントもねちょっとね答えてあげたかったんですけど、ちょっと今回時間がなくて次回に持ち越すか、もしかしたらまあ今回ねまたこの動画のコメント欄にまた募集するんで、話しやすいこう短時間で話しやすいテーマがあればそっちの方になっちゃうかもしれないんですけど、まあめげずにいろんなテーマ、これはじゃあこの話はどうですかみたいな感じでいろいろあのトークテーマを本当にくださると採用する率も上がるので、こちらもありがたいです。申し訳ない、なんかね喋ってあげられないトークとかも中にはあるんで、まあなかなかねちょっと全部をねあの読んであげるのはちょっと難しいんですが、また皆さんめげずにじゃあこのトークテーマはどうですかみたいな感じで書いてくださると嬉しいです。と倉庫行ってる間にねいよいよこれだけになりました。じゃあ食べちゃおうかな。前も言いましたが、喋りながらさ、食べるって難しいですよね。でも、私わざと口の中に物が入った状態で、前回も撮って、今回もこうやって撮ってるんですけど、なんでかっていうと、お料理は最悪に悪いんですけど、これって。でも、お友達とお食事してる時って、やっぱり、口に物が入ったままでさみたいな感じで喋ったりするじゃないですか。なるべくその雰囲気をちょっと伝えたいなって思ってて、要するに気楽に見てほしいんですよね。もうほんとなんだったら作業動画でこの私の動画この姿形を見なくてもいいので、あの見てほしいなっていうふうに思っているので、もうなのでちょっと聞きづらいなとかくちゃくちゃ喋りながら食べてるなって思ってても、そこはもうなんかそういうものだと思ってちょっと見逃してほしいです。なんかねお友達とかでね喋ってる時はあんまりそういうの気にしないで食べながら喋りますもんね。いや私だけかな、私が料理悪いのかな。結構ね食べる時も喋るタイプなんで、うん、でも動画にするってなった時におしゃべりのこの聞こえの良さと食べることってやっぱり両立しないので、そこは作るにあたって難しいなって思ってます。うん、食べた。ごちそうさま。アクセスまだ残ってるかな。意外に喉乾く。やっぱりパンケーキってすごく水分取られますよね。もう皆さんがねこれ食べながら見てますよとか言ってくれてすごく嬉しかった。なんかちょっとその時はあれだよね、みんなとつながれたというか、あそうやって食べてみてくれたんだっていうのがねあるんで、でもようやくねこれを食べられたので2021年の秋も感じられるかなって思います。マックシェイクちょっと残ってた。でもほんとこれ何味なんだろう、きなこ味かな。飲みながらさっきから何味なのか全然不明でわからないんだけど、でも美味しい美味しいは美味しいんだけど、すごくきなこっぽい感じがする。わかんないのに月見マックシェイク月見ってだけで買ってます。こういうのね新しいの試しちゃうんですよね。うん、美味しい。今日暑いからちょうどいい。音出すとかね、これもうデートだったらマナー違反だよね。デートじゃなくてもマナー違反だろ。はい、つっちゃ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 はい、ということで本日はここまでにしてた。じゃじゃん、ちょっと足が、こん
本日はここまでにしたいと思います。またね、あの食事雑談動画は定期的にね、自分が食べたいものがある限りやっていきたいと思うので、ゆいちゃんどこ見てんの、こっち。はい、皆さんまたその時は見てあげてください。今回もね、コメント欄、ツイッターで次回の、トークテーマを募集していますので、よかったら皆さん何か書いてみてください。本日はここまでお付き合いいただきありがとうございました。今日一日が皆さんにとって良い一日でありますように。よいしょ、ちっちゃいちゃん最後ね、ほい、じゃあねー、バイバーイ、またねー。